皆さんこんにちは、おはようございます。エミです。ロサンゼルスからお届けしております。今朝はですね、まずスマイルさんから、エミさんおはようございます。素敵な目覚めを迎えて、空を見上げて心身ともに上を向いて笑顔で時間を大切に過ごしたいですね。スマイルということでね、こちらのねリンクもね一緒に送ってくださいました。ありがとうございます。これは TikTok でね、カズくんがウォーキングハードを歌詞付きで歌っておりますね。これはどこなんでしょうね。いや、どちらにしろちょっと嬉しかったですよね。そしてね、ロサンゼルスの今日の朝の空見上げましたら、雲一つない晴天でございました。ということで、皆さんはどんな朝をお過ごしでしょうか。そしてね、これ家族の最後のこれですよ。スマイルで終わっております。素敵。そして私もね、 TikTok とインスタストーリーにこちらを載せさせていただいたんですけれどもね、これね、コロナっていうね、メキシコのビールなんですけどね、めっちゃ美味しいんですよ。自分へのご褒美ですね。そしてインスタといえば、かぜくんのこちら上がっておりましたね。これはウォーキングハードのミュージックにね、音楽に乗せて踊ったりしているんですけども、もうメス監督と一緒にウォーキングハード、ウォーキングハードって、そう、ウォーキングハード、ウォーキングハードですね。はい、このリズムに乗せて2人ともね動いててね、めっちゃ楽しそうな現場ですけども、ウォーキングハード MV Meeting was like、 ウォーキングハードのね MV ミュージックビデオのミーティングはこんな感じでしたということで、何ですかこのミーティング、こんなミーティングあるんですね。楽しすぎる。そしてこれももうね、いや本当にもう風くんの行くところってみんななんかこうリラックスして楽しんでるって感じしませんか。なんかスタッフの人たちもいつもなんか仕事だとは思えないとかって言いますけどね。そしてライブの時もね、スタッフの人たちが仕事をしながらもこう乗りながら仕事をしてるみたいな。でこれはもうメス監督ですよ。監督のねとね、こんなに仲がいいというね、もうこれはメス監督の手法なんでしょうか、それとも風くんの人柄なんでしょうか。もう楽しい、見てても楽しいよねそう。そしてね、そうそう、最後にねこれから出てくるんですけど、これなんて言ってます、皆さんちょっと聞いてみて。それがチンチン、それがチンチン。ちょっと私聞き取れなかったんで、皆さん聞き取れたら教えてくださいということで、朝からね楽しい動画をね、風くん、チーム風の皆さんシェアしてくださってありがとうございます。そしてね、こちらは昨日配信させていただいたものですけれども、コメント少しご紹介したいと思います。力入りすぎたらアウトさんで、この名前いいですねお名前。いや本当にね、今風くんもメス監督もめっちゃリラックスして楽しそうにやってましたけども、ああいう時こそね本当にねいいものができるんですよねと私は思うんですけれども、本当力入れすぎて頑張りすぎるとねアウトですよね。いいお名前ですねそしてこの曲のことを思い出させていただいてありがとうございます。今しようとしている判断を迷う自分に泣けてきました。素敵な曲ですよねということでね、コメントありがとうございます。こちらね、風くんが以前朝に聴いていますと言っていた曲ですね。 I choose to live in love、 こちら本当にね癒されるんですよ。そして私こちらね以前日本語訳しておりますので、もしよかったら聴いてみてください。ありがとうございます。そして小泉さん、おはようございます。今朝もありがとうございます。先立つ不安は数知れません。1ヶ月近くいた娘がいよいよ明日再び日本を離れます。また寂しさを味わうかと思うとやりきれない自分、今から心配。まだ息子夫婦は越してこないのですが、そのうち2世帯住宅の同じ屋根の下の生活、不安だらけです。なんとかなるの精神で取り越し苦労満載です。新たな9月に前向きになると誓う今朝の私でした。風さんの歌を聴きながらということでね、
いやー、ご自分でも分かっておりますよね。通り越し苦労ですね、これはね。いや、今こんな状況だったら私は、まあ、娘がね、私と1ヶ月近く一緒にいて同じような状況ですけれども、まあね、どっか行っちゃう時は寂しいんですけど、今はもう自分の楽しいことやって楽しいですし、息子さん夫婦との二世帯住宅ってやっぱりね、不安になるのは分かるんですけれども、でもお幸せですよね。すごい恵まれてると私は思いますけれどもね。私はもう娘とかにも、将来は一緒には住まないからっても言われておりますから、もうそれは割り切っているんですけれども、うん、あのね、自分に集中して自分の幸せにしてあげたら、きっと全てうまくいくと私は思いますね。はい、ありがとうございます。そしてカーターの翔子さん、おはようございます。えももさんと同じく私もダンスのレッスンとちょっと距離を走るとき、風さんの CD をかけて青春病を旅し、キラリのサビから祭り、へでもねえよ、手振り付きのルーティンやってます。叫ぶのは青春病の最後と祭りの掛け声のところ、すいません運転気をつけます。テレビのワイドショーでドクターが言っていましたが、車の運転中など大声で歌うことは良いことだと、もちろん目はしっかり運転に集中しておっしゃってました。そうなんですね。私は昔は短気で喧嘩っ早いところがありました。そうなんですか。今もたまにイラッとすることはありますが、気を紛らすことで解消できています。それでも治らないときはやっぱり風さんの深呼吸ですよね。今はあまりネガティブ思考にはなりませんね。本来は楽天家なのかもしれません。エミさん、ちょっと心配なことが終わりだったようですが、命を取られること以上に大変なことはないかと思います。昔どん底の暮らしをしていた時、死ぬ気になれば何でもできると自分に常に言い聞かせて、マイナスな世界に入らずに済みました。つまらないことを言ってごめんなさい。いや、とんでもないです。その通りですよ。ウォーキングハードで風さんにパワーをもらって元気に行きましょうって、本当ね、翔子さんいろんな苦労をなさってきたと思うんですけども、めっちゃポジティブで明るい、すごい元気をいただきますね。翔子さんのダンス見ていない方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ見てください。9月15日前です。すごい勇気をいただけます。ありがとうございます。そしてのんのんさん、皆さんいろんな方法でリフレッシュされていますね。素敵。えみさん、おはこんばんちはです。毎度。人が幸せになるのって自分自身の気持ち次第よねって分かってはいるけど、なかなかそれができないのね。私は昔からストレスがないみたいで、やだなとか嫌いとか思わないんです。いえ、ないわ。思わないようにしています。心を変換する感じです。嫌いと思わないように思っていると相手に伝わってしまうの。この人だって良いところがあるんだ、そう思ってね。仕事中もきつかったり、嫌なことも逃げてはダメだ、頑張るんじゃ余計に強いので、乗り越えたら良いことがあるみたいなモチベーションでやります。そして効率悪いことは口に出して言うようにします。だから嫌いとか嫌だとか、モチベーションが下がる言葉は言わないようにしてます。するとどうでしょう、楽しくなってくるのです。きつければ乗り越えた後のことを感じ、ここ考えるんじゃなく感じるのがポイント。ワクワクしてくるんです。あ、今何か気分がいい、そんな感じで毎日過ごしています。スピリチュアルで言霊って言いますよね。それを心がけています。あとね、失敗は忘れないで、嫌なことは忘れるかな。失敗は忘れてはまた繰り返すので、でも嫌なことは思っていると良いことないのです。忘れるのも才能なんですって。あと皆さんと同じく風の曲を聴く、まあ風さんを見ていると癒されますね。私不思議と孤独を感じたことがないのです。そしていつも楽しいの天気なんですね。長々とすいません。えみさん、いつもたくさんのコメント読むだけでも大変ですよね。ありがとうございます。サンキューということでね、ありがとうございます。のんのんさんのね、こののんのんさんの感じ、昔の私がまさにこれですね。本当にこんな感じです。で、今はね、いや、これが悪いとかいいとかじゃないんですよ。どちらがいいとかじゃないんだけども、もっと私はね、自分をね、許していて、嫌いと思うことも良しにしてます。というか、こののんのんさんのやり方でうまくはいっているんだけれども、それにもっとこう自分を甘やかしてる感じですかね。そしてね、私は正直ね、頑張ってね、
良いことなかったんですよ。だから今はあんまり頑張らないようにしてますね。もうなるべく自分を甘やかして、もう自分の心地いいことをやってます。はい。でもね、共感できることがほとんどでしたね。ありがとうございます。めっちゃ長いコメントでね、いや、いつもね、たくさんのコメント読むだけで大変ですよねって書いてあるんだけども、私実はね、もう皆さんの一つ一つ全てのコメントをご紹介したいと思ってるんですよ。でも最近それがちょっとできていなくって、ちょっと今日時間が許す限り過去のコメントを紹介させていただいてもよろしいでしょうか。こちらはね、今日この動画に対していただいたコメントなんですけれども、ゆきさん、えみさん7000人おめでとうございます。それではすごく死にました。えみさんとえもさんのコラボ素晴らしいです。風さんの歌で今まで涙したことはありませんでしたが、今回とてもジーンときました。えみさんがそばで包み込むように温かく見守ってくれているような感覚を覚えました。カズさんはやはり遠い存在ですが、えみさんやそのチャンネルに集まる方とは何か近く感じるものがあるかななんて思いました。これからもえみさんの健康第一にチャンネルが続いてくれたらと願っています。ありがとうございます。もうね、コメント一つ一つがもう宝物なんですね。そして皆様とやっぱりこう輪になっておしゃべりようなしてるようなね感じがしてね、楽しいです。ありがとうございます。そしてこちらの動画ですね、ウォーキングハードを朗読してみたものですけども、まるちゃん、えみさん、温かく優しくゆっくりと朗読してくださってありがとうございます。あなたの声は目の見えぬ人の灯火になり、心の弱った人の励ましとなります。音髪をかけない人を勇気づけていますよ。本当にこの世に生き続けることは大変なのですよね。温かい声に慰められ、ある時は気づかされ、もう少し生きてみようと思う人も本当はたくさんいるのです。 YouTuber のお仕事は精神を削り、ズタボロに疲れ、疲労の檻のように心の奥底に溜まっていくものと思われます。えみさん、どうぞ体を気遣ってくださいね。あなたの頑張りはたくさんの方を救ってるのですから。風さんと一緒です。いつも感謝しています。えみさんの声を聞くのが喜びです。でも宝物以外の何物でもないですよ。こんなお手紙もらったらもう一生捨てられませんね。ありがとうございます。そしてこちらの動画ね、頭痛ダイアリーを朗読したものですが、ガーナプリアさん、えみさん、毎日のように素敵な配信ありがとうございます。そしてご苦労様です。私も同感でした。ここまで海外の方々が深く理解をされているなんて、風くんたち若い方々は確実に世界平和を信じてまっすぐに進んでいるし、中高年としましては未来は明るいと心も軽くなり、いつ帰ってももう平和的な、大げさですがそう思えたりもしました。頭痛ダイアリーでは大リスペクトという言葉が満載でしたが、風チューバーのえみさんやひまわりとチーム風の皆々様に大リスペクトです。 MB も語ったらキリがないほど良かったです。えみさんのお声、鈴っぽさが入っていて心地よいですよ。すいません、ソムリエみたいにうまく言えませんが、まだまだ暑さも厳しく、どうか皆様健康第一にてお過ごしくださいますよって、ありがとうございます。鈴っぽさってどういう声なんでしょうか。いやでも心地いいとね言っていただいて嬉しいです。ありがとうございます。そしてこちらの動画ではね、視聴者様ピコさんの質問に答えているんですけども、ピコさんから、えみさん、私を読んでいただけて涙が出ます。ありがとうございます。たまたま今携帯見たら私事を読み上げてくださり嬉しいです。恵みという意味なんですね。そうだったんだ、なんか偶然なのかな。名前恵みという字が入っています。本当神様助けてという詩に共感しました。えみさん、ありがとうございます。嬉しいです。本当にいいなと、何年生きれるかと思うと人生あっという間です。風さんは、この方は若いのに全てを悟った方と思います。歌で人を救う役目なのかなって思っています、ということでね、ありがとうございます。そしてまるちゃんから、えみさんこんばんは。私のハイヤーセルフの感じ方、考え方は風さんとは違うのですが、風さんのおっしゃることはとてもよく理解できているつもりです。ジル・ボルト・テイラー著のホールブレインの考え方に同調しています。 SNS では決して嘘をつかないと決めていますので書き添えました。この考え方、私は存じないんですけども興味ありますね。よかったら教えてください。そして
エミさんも風さんもとてもよく似ていて優れた人物だとリスペクトしております。共に歩ませてください、学ばせてください。いや、とんでもないですよ。あの風さんと並べられるとちょっとめっちゃ恐縮なんですけども、私の姿勢としてはね、私が上に立ってリスペクトされるというよりはもう横並びで皆さんと一緒に学んでいくという姿勢でいきたいと思っておりますのでね、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてこちらの動画ではね、直感を信じる勇気というお話をさせていただきましたけれども、チャムさんから、昨日のアンケートの件丁寧にありがとうございます。これに気づいたのも直感です。ん？あれ？なんか違和感を感じました。野生の勘で生きているので10人中9人が A と言っても1人だけ B ですと答えるタイプです。変わってる、個性的、宇宙人、血液型 Z 型とか言われるけど自分の好きな部分でもあります。ってめっちゃ素敵。それを好きと肯定できるところがめっちゃ素敵。あのね、私ね今それをやってるんですよ。全て全肯定、もう自分のどんなところも全肯定。皆さんこれやってみてください。めっちゃいいです、はい、めっちゃ肯定感上がるし、いや本当にそうなんですよ。あのハイヤーセルフって全肯定なんですよね。全肯定してくれてるんですよ。だからそれを止めてるのは自分の自我だとかなんですけれども、本当に全てを、皆さん自分の全てを愛してあげてください。全肯定でいきましょう。ありがとうございます。そしてゆみこさん、えみさんこんにちは。私は人より行動も遅く、言いたいこともなかなか言えなかったり、仕事も終わるのが遅くなったりします。その度に謝ったり。でもこれからは直感を信じて少しでも自信持って生きていきます。って、ゆみこさんめっちゃ自信持って全然大丈夫、全肯定で大丈夫です。あの遅く終わるのもね、きっと丁寧にお仕事をなさってるんじゃないでしょうか。あの全て全肯定でいきましょう。いつも学びを教えてくださるエミさんに感謝します。ありがとうございます。お体ご自愛くださいね。皆さんも明日からまた頑張ります。ゆみこさん本当にいつもね、心のこもった優しいコメントありがとうございます。心から感謝いたします。そしてね、まだまだねご紹介したいコメントあるんですけども、もうちょっと長く喋ってしまったので、それはまた次の機会にしたいと思います。ということで皆さん本当にね、コメントはね私の宝物です。一つ一つ本当に感謝しております。ありがとうございます。ということで今日もロサンゼルスの景色で終わりたいと思います。これはね今日の朝お散歩してきた時のものなんですけど、本当に今日は晴天で真っ青な空でございます。ということで今日も皆様にとって素敵な一日でありますように。 Have a beautiful day everybody。 エミでした。ではまた。